にちは。今日は火曜日か。こんにちは。すごいエアコンが本気出してる。あ、そうだ、じゃん、松葉行きました。もうギャンギャンに上がりました。ほら、すごくね。ギャンギャンに上がった。こんにちは。まつげギャンギャンだね。そう、行ってきた。やっぱ楽、まつぱしてもらった方が。かわいいって、ありがとう。もう寝起きなんですよ。実はなんです。なんか昨日3時半とかに寝たんですよね。だから眠くって、眠くって眠くってしょうがなかった。おはよう、もうほんとおはようのレベル。おはよう、焚き火だ、ありがとうございます。昨日の11時50分ぐらいから起きてる。やば、サッカー見てない。なんかね、寝れなかったんですよね。いつの間にかそんな時間になってて、ああやべやべなって、必死に寝るようにしてました。必死に。サッカーどうなったんですか。なんか先手、なんか先に点数取ったんだよね。髪の毛伸びるの早い気がする。今あれじゃん、ピッターンってなってるからじゃない。寝癖がどうなったの。引き分け、あ、負けちゃったんだ。先手して取られて延長でも同点で PK で負けました。うわー、 PK で負けちゃったのか。それは辛いな。 PK で負けたか。 PK で負けちゃったか。もう何とも言えないですね。みんなさ、そんなにサッカー好きなら絶対ブルーロック見てほしい。すぐアニメの方に話が。それマジでブルーロック面白いよ。本当に見てほしい。マジで面白いよね。見てる人いる？ブルーロック面白いね。面白いよね。本当にそんなにさ、サッカー好きなブルーロックマジで見てほしい。なんか寝癖ありすぎて嫌だな。ちょっと原作は読んでる。まあ、原作読んでるんだったらまあまあまあ。ブルーロック面白くない？マジおもろいと思う。本当に国民的行事みたいな感じ。やばい、私じゃあ国民的行事に参加してないわ。ちかなちゃん好きなキャラいますか？ブルーロックね。お嬢だな。お
お嬢、お嬢、お嬢だっけ呼ばれてんの、お嬢。あのピンクというか赤というかの髪の毛の色のがまあ好きな感じかな。でもなんか誰が好きとかはないかも。でも凪誠士郎のあの感じも好き。ああいうキャラクターも好きかなっていう感じです。ブルーロック初めて聞いたけど見てみます。見てみて。ブルーロックは本当面白いですよ。本当に面白い。マジで見てない人損するよ本当に。サッカーそんなに好きなら絶対見てほしい。そのブルーロック見て初めてサッカー好きって言ってほしい。重たい。重たい。キャプテン翼で間に合ってます。キャプテン翼、あでもその年代なんですかね。私キャプテン翼の年代じゃない。え、凪が主人公のやつもあるの。厳しい。そう、いやほんと、あよかった寝癖治った。ここら辺治ってないかな。稲妻イレブンはあれじゃない、どっちかっていうと男の子が見るようなさ、男の子っていうか子供が見るようなやつじゃない、稲妻イレブンって。こんにちは。マジでブルーロック見てほしい。本当に見てほしい。お願い。お願い。1話だけでいいから、1話だけでいいから見てほしい。見てください。いきなりゲリラでやったからツイートしとこうかな。時間なさしカードってありがとうございます。ちょっと今OK。 なんか食べた？何も食べてない。何も食べてないです。本当に朝起きて、朝じゃない昼に起きて。なんかさ最近そうなんだけど、また今日ね7時半ぐらいに目覚めたんですよ。7時半に目覚めて8時半に目覚めてみたいな、まあ、目覚めたなら起きろよって話なんですけど眠かったの。近なさしか、ありがとう。とりあえず起きてアイス食べました。いいじゃんアイス。ラーメン食べたい。ラーメン食べたい。眠りが浅い。浅いのかな、どうなんだろう。3時寝4時起き無理。絶対無理、絶対無理ですね。この間ごめんのところ行ってきた。あれどれぐらいの人が参加してるんだろう。
ね。こんにちは。いやー。前回だいぶ行って応募したけど何も当たらなかった。やば。これからスラムダンクの映画見てきます。いってらっしゃい。映画ね、コナンの映画は絶対見に行くって決めてるんだ。でもスズメの戸締まりだっけと、スラムダンク見てみたいなとは思ってるんだけど、絶対行く時間がないっていう。絶対行く時間がなくてもショック。でもコナンだけはもうどうしても行きたいんだよね。コナン絶対面白いじゃん。絶対面白いから絶対コナンの映画だけは見に行く。今回は5個で2グラム先生のステッカーは必ずもらいますって。すごい。私も参加してみようかな。5件よいしょ。こんにちは。コナンの映画にハズレなし。本当になんだかんだ言って私コナンの映画見てるわ、ほぼほぼ。いや次のやつめっちゃ楽しみなんだけど、マジで絶対面白いじゃん。黒ずくめだよ。だって絶対面白いと思う。新潟住んでないと5件はハードル高い。確かにね。地毛がめっちゃ綺麗なの本当羨ましい。これねでも染めてるのよ。切ったから枝毛とかはなくなったけど、やっぱ染めてると、うん、染めてるとさ、これ枝毛多かったりするかな。昨日はラーメン部も来店した三条の雪龍さんに行ってカレーラーメン食べてきました。美味しそう。どこら辺まで伸ばす予定？伸ばす予定は一切なくて、ただなんか別にがっつり切る必要もないかなっていう。今はそんな感じ。だから別になんか切るのも整えてもらうぐらいにしてるって感じかな。うん、そう。雪龍さんっていうの、そろそろ髪切っちゃう感じ。だから切る予定はないです。あの別にそう、あの今壁紙合わせみたいに切らなきゃいけないとかないから。そう別にないから、うんって感じです。切らなきゃいけないことがないから切ってないだけ。
あと自分のそのなんだろう疲労っていうかなんかそのなんだろうそういうテンション感にない時ですね。そう。雨がすごい降ってんのか止んでんのかかな。こんにちは。そんな感じ。うん。今は今でこの。この長さ好きだから別に、うん、ヘアドネーションとかヘアドネーションって髪の毛上げるってやつですよね。この長さでは上げらんないですね。はい。あれヘアドネーションって髪の毛上げるやつだよね。切ったやつを違ったっけ。あんまりあってる。あ、よかった。調べようとしちゃった。そう、なんかヘアドネーションもちゃんと何センチ以上っていうのがあるんですよ。そうだからこの長さではヘアドネーションできないですね。私がいくらこう丸刈りしたとしてもこの長さは無理ですね。2年前聞いた時ならまあね確かに。でもヘアドネーションできるところじゃないと確かできない気がする。美容室の全店舗ができるってわけじゃないかったはず。うん、って感じかな。でもさ普通のシャンプーで洗ってるとさ紫色のさ水が流れてくるんですよね。でももう色なんか抜き始めてる。だからさ紫シャンプー使わないといけないんですけど。でも色落ち始めてるね。真っ黒ではない明るい焦げ茶みたいな。染めたら染めたで大変だ。でも1回でいいから若いうちにハイトーンカラーしてみたいなって思うし、あのジェルネイルもやってみたいなって思う。けどやってない。一度色つけると維持が大変そうだね。そうそうなの、維持が大変です。その通りでございます。ハイトーンカラーってお手入れが大変だよね。私やったことないからわかんないけど大変って言うよね。すぐプリンになる。だってさニキドラでさ染めてないのって青と大声だけだよ。あとみんな染めたんだぜ。すごくない？すごくない？青と大声だけしかいない黒髪。絶滅の危機黒髪少女よ。
を守りたい。その二人は学生だから、うん、だと思う。かえりちゃんも染めたもん。え、だいぶ前に染めましたよ。かえりもみゆも染めたし、ひのもまあ役柄で染めちゃったし。そう、かえりはだいぶ前ですよ、染めたの。みゆは最近だけどね、染めたのね。でも高校生だから。でも染めたいとは言ってた、染めたいって本当にリアル黒髪いない、いなくなっちゃう、みんな染めちゃったら。本当に絶滅ね、黒髪がいないです。でもまあ髪の毛染めたりさすると垢抜けはするよね、見た目的に。やっぱり地毛のその黒髪って芋感満載だよね。ちかなちゃんのみゆみゆのファンのモノマネ好きですだって。やば、ありがとう、好きって言ってくれて。絶対いつかあれね、みゆみゆのファンに怒られると思ってる私は絶対怒られるって思ってるよ本当に今やってないだからマジで怒られると思ってる本当に。正直あんまそんなイメージないんですけど。嘘嘘、そんな感じプンプンしない、プンプンプンでなんかそんな感じに見えてるけどね私。心の声心の声ね。いやもうそんな感じもじゃない。ツイッターとか見てもさ、やっぱなんかみゆちゃんかわいい俺の推しメンやっぱり可愛いな、俺の推しメンやっぱりすごいな、みゆちゃんみゆちゃんっていう感じ。ツイッターとかリアルとか見てるからかもしれない、うん、もう実際見てるからかな、うん。まあみゆみゆでさ、なんかさ、あ、だいだいさん今日も来てくれたの、絶対浮気しちゃダメだよみたいなごめん悪口じゃないよ、そういう風に言うからだと思う。そういう風に言ってるからなんかみゆのファンもみゆちゃんみゆちゃん今日の推しメン可愛いなっていうなってるんだと思うよ。私はさ、なんかさ「今日も来てくれたの、絶対推し変身ダメだよ」って言わないじゃん。推し変すんなよじゃあ私って推し変すんなよ浮気すんなよだからそんな感じだからだと思う。差がすごい。おもろいよね、本当にファンはお尻にいるんだなっていう感じですね本当にそうだと思う。ファンはお尻にいますよ、そっくりそっくり分身かのような感じですね。お腹空いてきた。寝起きにこんな喋れるのすごいわ本当に。まあ実際わかんないよ、私たちがこう見れてないところは知らないからさ、わかんないからさあれなんですけど
うちらも浮気するなよって言わなきゃ。どういうこと？一日置いたポテトは食べませんが同意です。一日置いたポテトが美味しいです。はい、ファンは推しに似ますよ本当に。今日お昼は30分だけにしようかな配信。ゲリラだけど来てくれてありがとうございました。ご飯食べてね。食べる、ご飯食べます。お腹鳴ってるわ。ご飯食えって言われてる。はい、ということで男女読みます。13位、ノブ33位、ノブ32位、ナリスタ32位、ナリスタさん、11位、カブさん11位、カブさん10位、トムネコさん10位、トムネコさん、9位、タクさん9位、タクさん、8位、チャンギーさん8位、チャンギーさん、7位、カズチンさん7位、カズチンさん、6位、ヒデハチさん6位、ヒデハチさん、5位、ノーリさん、5位、ノーリさん、4位ペンギンさん、4位ペンギンさん、3位ナチュラルさん、3位ナチュラルさん、2位ディエマさん、2位ディエマさん、1位サバサンドさん、1位サバサンドさん、ありがとうございます。はい、てなわけで終わり、ごめんね、終わりです。ということで終わります。お腹すいたんでご飯食べます。てなわけでありがとうございました。また会いましょう。ルーム夜もしかしたらやるかも。バイバイ、ありがとうございました。またねー。